はい、皆さんこんにちは、リンカです。今回はワンダンスボリューム13、ワンムーブ発表会の、ソロそしてチームパフォーマンスをしてくれる子たちを、紹介したいと思います。はい、それではスタート。まずはりくくんです。こちらりくくんになります。りくは、ソロコンテストに出始めてまだ3ヶ月とかそのぐらいですかね。一番最近ソロコンに出始めた子じゃないかなと思います。今7歳、小学校1年生です。じゃありくの意気込み動画どうぞ。りくです。大きなステージで踊るのは初めてでとっても緊張しているけど一生懸命踊るのでみんな応援してね。頑張ります。バイバイ。ジャスティス。はい、続いてはこちら真帆ちゃんになります。真帆は1年ぐらいですかね、ソロコンに出始めて。1年経ってないかもしれないですけども、さっきのリクもなんですけども、コロナが始まってからソロコンに出始めたのでステージでこう披露するのが初、もう初ステージみたいな感じですね。すごくドキドキだと思います。真帆は今4月で6年生になると思います。はい、可愛い真帆ちゃんのダンスぜひ楽しみにしていてください。じゃあ意気込み動画どうぞ。パフォーマンスで応援よろしくお願いします。はい、続いてはラムちゃんです。ラムはソロコン出始めて多分3作品目ぐらいかな。私が一番最初にソロコン振り付けさせていただいたのはラムちゃんですね。新ネタもう作り始めてまだ1ヶ月ぐらいかなの新ネタを披露してくれます。最近やっと10歳になりました。次は小学校5年生になります。それではラムちゃんの意気込み動画どうぞ。ラムです。発表会でソロを踊れて嬉しいです。皆さんぜひ楽しんでみてください。はい、続いてはゆうまくんになります。ゆうまは唯一のポップですね。ポップで、ソロコンに出てました。どんなこうバチンバチンしてくれるのかぜひ楽しみにしていってください。ゆうまはもう4月で中学校1年生になります。それでは意気込み動画どうぞ。今回のソロパフォーマンス頑張りたい、俺がナンバーワンだ。はい、OK。 はい、OK。 はい、ということで、一部のそのクラスに入る前のラストは、チームパフォーマンスで、ルディが踊ってくれます。ルディは結成して3年ぐらい、多分3年とか4年、3年かな、4年ぐらいになると思います。2人とも4月から、5年生になるんですけども、この2人も、作品を、1年間で、まあ、1作品大体やっていくんですけど、このネタをコロナで披露したことがなくて1回も、でもうやっとステージで披露できるのが、今回の発表会になります。リオとラムになります。皆さん応援してください。それでは意気込み動画どうぞ。ルディです。ラムです。リオです。今年はコロナの影響でステージで踊ることができなかったので今日はステージで踊れて嬉しいです。2人で楽しく思いっきり踊ります。皆さんぜひ見てください。イエーイ。はい、ここまでが一部で踊ってくれるソロとチームの子たちになります。では今度は2部の紹介をしていきます。2部の1番目には、舞台ブレイクスルージャーニーの青森拠点のみんなが踊ります。舞台のねブレイクスルージャーニーって、まあ、何ぞやと思ってる方もいると思うんですけど、1月30と31日に、大阪で行われた舞台がありまして、日本博さん主催のありまして、そちらで、踊らせていただいた青森拠点の皆さんです。私がこう振り付けをさせていただいて、ミク先生は監督をしてくれて、あとの4名は、オーディションで選ばれたメンバーになります。こちらの方はね意気込み動画をねすいません撮ってないんですけども、精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。はい、ということで続いて、次に踊ってくれるのはユアですね。メイトバトルでもワンムーブバトルでももうどちらもね制したユアさんですね。ユアはもうついに高校生になりました。早いですね、あんなに
っちゃかったのについに高校1年生になりました。そして私の、あの同じ高校後輩になります。イエーイ、皆さんぜひ楽しみにしていてください。それではどうぞ。こんにちは、ゆあです。今回の発表会は今までの発表会と違ってコロナ禍なので声を出して応援できないんですけど、その分ダンスでめっちゃ盛り上げたいと思っているので応援よろしくお願いします。ということでラスト1名はしゅんたになります。はい、しゅんたはメイトバトル2回優勝したかなの優勝枠で、出演してくれます。いつもすごくスーパー元気で明るいしゅんたくんなんですけども、またさらに成長したしゅんたを見せれるのではないでしょうか。なんか男の子らしくなっちゃって本当に。はい、皆さん楽しみにしていてください。それではしゅんたの意気込み動画どうぞ。しゅんたです。ぶち壊すぜ、イエーイ。はい、ということで、ソロパフォーマンス、チームパフォーマンス、そして、まあ、舞台のメンバーが、踊ってくれます。それぞれがなんかこうコロナで、現場に行ってこう出演できなかった悔しさとかも全部ぶつけて、このステージに挑んでくれると思うので、ぜひ皆さん注目して楽しみにしていてください。はい、それではバイバーイ。